はい、皆さんどうも、てかちです。今回ですね、前回ですけれども、キャラの解説動画という感じで出してたんですけれども、タイミング悪く、新キャラで、ミヤシアが、追加されたというところで、こちらのガチャをですね、引いていきたいかなというふうに思います。では、ミヤシアですね。もう明らかに別人になってしまったというところで、今これトップ画面もミヤシア置いてるんですけれども、これがですね、通常の R キャラ、R じゃないか、配布でもらえるミヤシアについても、こちらの、イラストになってしまったというところで、大幅に変更されてしまいました。これに関しては結構ツイッターとかでも、皆さんいろいろ言っておりまして、思うところあるかもしれないんですけれども自分はこういうことに関してはノーコメントでいきたいなと思っているので、このコメント欄で盛り上がるようなことはないかなというふうに思っております。はい。キャラの性能見ていきましょうかね。はい。こちらが、新キャラミヤシアになるんですけれども、ステータスですね。まず、素早さ230というところで、最近の新キャラの中では遅いかなっていうふうに思います。リーダースキルもありきたりで、攻撃アップと HP アップという感じになっております。で、アクティブスキルですね、クイックステルス、ステルスドライブ、アサシンドレイン、サバイバルブローというところで、ステルスキャラかなっていうところですね。はい。で、パッシブスキル、アイアンハートとヘイトステルスというところで、新しいスキルがヘイトステルスと、アサシンドレインかなというところで、ちょっと見ていきましょうかね。ステルスドライブが2体攻撃というところで、これも、なかったかなっていうところではあるんですけれども、やっぱりアサシンドレインですかね。はい、注目していきたいと思います。敵一体に4倍ダメージ。で、HP 50% 回復というところなんですけれども、アサシン系というところでダメージ減少効果は無視します。で、このスキルの発動条件なんですけど、このキャラがステルス状態になるたびに使用可能というところで。で、ステルス系の技ではないので、このスキル使うときにステルスである必要はないというところですね。はい。要はクイックステルスで、最初にステルス入ったときにアサシンドレインが使えるようになるよというところになってきます。なので、アサシンドレイン発動条件自体は結構簡単かなというところですかね。はい。で、パッシブスキルでも説明するんですけれども、さらにミヤシア自体が、ステルスに入りやすいキャラになっているというところで、多分メイン火力がこのアサシンドレインになってくるかなというふうに思います。サバブロを打てるようになったら、サバブロっていう感じになるんですかね。はい。で、パッシブスキル、ヘイトステルスですね。これが、新しいスキルになるんですけれども、バニール自分以外の、召喚で、使われたキャラを除くんで、モリーとかは別の話になってくるんですけれども、味方が倒れるたびに発動、自分自身をステルスにして同時にアンガー状態にするというところで、強いですね。はい。自分自身ステルス入りながらアンガーというところなんで、でミヤシアがですね、素早さ230というところで、相手の白雪姫が動いて、このヘイトステルスが発動して、自分自身ステルスになり、同時にアンガー状態になってから、アサシンドレインを使えるというところで、初ターンから動くことができるかなっていうところでございます。で、ステルスドライブに関しても、3倍ダメージですけれども、2体攻撃、パッシブスキル乗れば 4.5 倍、ダメージ出るんで、強いんじゃないかなっていうふうに思いますね。初動の動き的にはですけど。はい。というところで、問題はこのミヤシア自体のヘイトがどれだけかっていうところになってくるかなと思います。ヘイトステルスというスキルがあるので、ミヤシアは狙われたくないんですよね。他のキャラを倒してほしいというところになってくるんですけれども、どうなんですかね。ヘイト値については、今撮影しているのが、ガチャ追加されたばかりというところなので、何とも言えないんですけれども、で自分自身ですね、新イベントも来てますね。そういえば今更なんですけど、新イベントで、一応相手がですね、ラストに出てくるミヤシアが出てくるそうなんですけれども、自分まだ全然進めてないというところで、対戦もしてないんで、その辺よく分かってないというところでございます。
はい、でまあ今軽くイベント進めましょう。報酬でですね、まあチャンピオンベルトという新しいアクセサリーが追加されているというところで、まあ攻撃1250って結構高い、てかまあかなり高いですね。はい、で HP も5000とちょっと高めなので、まあまあ、確実に手に入れておきたいというところでございます。で、まあ、SR キャラもオリビアなんで、まあ、これブロッカーとしてはかなり優秀な方で SR なんですけれども、パッシブスキルにオートブロックとアイアンハートを持ってるというところで、まあ、普通に強いキャラになっております。はい、で、まあ、イベントの説明はこんなもんにしておきましょう。で、まあ、紹介に戻りますけれども、まあ、ミヤシャのヘイトがどれくらいか次第というところですね。で武器になるんですけれども、まあ、刀で貫突して体験というところで、まあ、左上の説明見てほしいんですけど、狐耳の体験使いとか言いながら貫突しないと体験使えないっていうところで、まあ、なんだそりゃって話ですよね。はい、でまあやっぱ安定して火力出すんだったら体験持たせたいというところなので、まあ貫突はさせたいキャラになってくるかなというふうに思いますね。はい、でまあまとめですけど、スキル構成としては非常に強いキャラかなと思います。でヘイトさえ向かなければ、まあ、先日挙げた、アタッカーのトップクラス、3体いるんですけれども、そこに肩を並べてくるキャラなのと普通に思ってます。はい、多分めちゃくちゃ強いです。というところでまあそうですね、こんなところで説明を終わりたいかなと思います。で武器ですね、こちらも新しい武器になるんですけれども、星雲の刀、星雲の刀、まあわからないですけど相変わらず漢字弱いんで読み方ちょっと難しいんですけれども、まあ刀の新武器ですね。でまあ武器スキルが、攻撃対象がブラッドショット系のアクティブスキルを持っていればということで、まあ今の環境だと白雪ですね。はい、非常に刺さってくる武器にはなるんで、まあでもどうですかねブラッドショット系、まあ白雪とかアリアぐらいしか、まあ結構使えるキャラいないんじゃないかなというところなので、まあちょっと微妙なところではありますかね。まあ、やっぱり刀自体がちょっと限定的すぎるんで、まあ、やっぱ使うの難しいですよね。はい、まあというところで、まあガチャの方ですね、引いていきたいかなというふうに思います。で、まあ今回も、いつも通りまあ、150連で貫突を目指すというところでやっていきたいと思います。はい、あで SR のピッカジェイルですね。ジェイル確かステルスキャラだったかなあんま覚えてないんですけど、まあステルスつながりというところで来てるんじゃないでしょうかというところで、まあ、早速10連目ですね、いきたいと思います。はい、あでなんか、あそうですね、ガチャの演出に関してもなんか一回変わってで今戻ったみたいですね。まあなんかその辺よく分かってないんですけれども、はい、というところで、初っ端虹扉ですね。でまあ自分の動画はいつも初っ端は虹なんですよね。最後は絶対金って決まってるんですけど、はい、というところで惑星の記憶を見せよう、これまあ武器っぽいですね。はい、ということでまあ最初にピック武器ゲットしました。まあ武器は今回はあんまり強いと思っていないので、まあイベント用に貫突させるぐらいでいいかなっていうふうに思ってますかね。はい、でミヤシア自身はまあ結構欲しいと思ってるので、なんとかお願いしたいですね。はい、ということで20連目いっていきましょうあ、金だ。まあ金は見どころないからな今回も。はい、というところで見ていきましょう。はいはいはい、でまあ前回の、まあ、ハロウィン未来の時が結構いい当たりしちゃったんで、まあおそらく今回は出ないだろうなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ難しいですよね。まあやっぱりなんか自分が欲しいと思ってるキャラに関してやっぱあんま出にくいっていうところあるんですよね。はい、でまあ見ていこうと思うんですけれども、まあ金でしたね。はい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 、あこれ今回 SR キャラも全然出てない、やばいよもう。はい、まあ30引いて全くいいところないですね。はい、ということで40連いきましょうとりあえず虹を見せてほしいな、やっぱり虹、よし、そうそういうことそういうことです。でまあピック武器のまあなんか
あ、武器だ武器だ。で、ミヤシア自体どういう、まあ、ポチャンの後のセリフ分かってないんで、まあ、もしかしたら勘違いするかもしれないんですけど、まあ、多分大丈夫かな。はいはい。まあ、過去1回だけあった、まあ、個人的にエルミナ事件って呼んでるんですけど、まあ、あれにならないように気をつけたいですね。はい、というところで、あ、金だよ。50連目か、もうもう50連だよ。あ、ジェダリエルの珍しいのがちょっとはい、ってことは、まあ、あと100連で5体出さなきゃいけないっていうことですよね。いやー、もういつになったらできんだろう。150で貫突とか絶対無理なんだよな、もう。はい、まあ、結構ツイッターとかで見ますけどね、なんか100連以内で貫突できましたとかっていうのも、まあ、自分はもうそんなのありないですよね、本当に。はい、まあ虹なんとか来てくれました。まあ、お願いしたいですね。まあ、ここいらで3枚抜きとか見せてくれれば全然希望は見えるかなというところで、フォローへ、これフォローへに導かれてパターンですね。はい、もう確定演出来ましたよ。おい、まあそうだと思ったけどさ。はい、ということで、出ない、キャラが出ない、フォローへもういいよ。まあまだ2体目なんで、まだ2体目なんでね、全然まあ許せる範囲ですけど。で、いくつから始めたっけ、あんま覚えてないな。もう70、月70かな。やべ、スタート忘れたけど、まあいや、一回引こう。35 50 60、今70か、多分70ですね。金だし、はい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 。いやー、来ねえなー。いやー、もう来ない気がしてるんですよ、最初から。今日はもう、あ、ボロエ、今日はもう最初からガチャ動画撮ろうって思った時からなんか来ない気はしてたんで、うーん、まあきついですね。で、次が80連目もう折り返しですね。はい、ということでお願いします。せめて虹を見せてほしいんだよな。今回多分金の方が多い。いやー、金の方が多い。まあなんか結構どっかの動画で出してるのよりか全然マシなんだけど、まあ花嫁リドミラーの時とか比べると全然マシではあるんですけれども、まあ今回あんま良くないですね。はいはいはい、ということで、さっき80って言ったから90か、90連目いきたいと思います。いやー、もうほんと、あー、でも虹だ、頼む、もう1体でいい。今回本当にゼロの気しかしないから、1体出てくれればマジで嬉しい。まあ貫突狙うとか言ってるんですけど、まあ、そんな夢を見るのは今回は諦めてるんで、はい、お願いします。あー、いらないいや、いらない、いらない武器ランキング上位のクリスタルハンマーさんじゃないですか。まあ1位はダントツでエルハルトなんですけど、まあクリスタルハンマーは別に悪い武器じゃないんですけどね。まあちょっといろいろ常設でもあるしピックでもいろいろあるんで、まあいらないですよね。はい、ということで、これ100連目ですね。よし、虹1体でいい頼むから、1体でいいからもう出て、今回は本当に切実にお願いする。お、来たー。なんかもう本当に、まあこれ見てもわかるんですけど、口調も全然変わってるんですよね。なんか元のミヤシア結構クールなイメージとかあったんですけど、なんかもうなんだろう、明るいというか、まあ天真爛漫っていうんですか、こういうのコンコーンって言ってますもんね。コンコーン、ほら先行っちゃうよーですからね。ということで、来ましたね。はい、ミヤシア。なんとか母体確保というところで。こっから、まあ、1体入れてちょっと調子に乗っちゃうんで、まあ、4、アテナ、今回ジェイル来ないのに。1体取れたってことはもう心に余裕があるんで、まあ、あと40連ですね。4体狙っていきたいと思います。はい、ということで、行きましょう。とりあえず2次。
いや金だ、やっぱ金多い気がすんな今回。いやーきついですね。まあ金なら SR キャラが来てほしいっていうところなんですけれども、はいはいはい、いや来ない、これ一番ダメなやつだ。 SR 武器1個パターンだ。いやー最悪で、あと30連4体、まあいけますね。まあ余裕でいけるんじゃないですかね、30連で4体ぐらいだったら。はい、よし、これでとりあえず2枚抜き以上お願いします。2枚抜き以上、4体来てもいい、もうここで終わらせてもいい。惑星とかどうでもいいよ、もう惑星の記憶見て何になるんだよって話ですよね。もうはい、あーこうね、来ない。はい、ということであと20連、あと30連、やべ、なんかもうスタート分かんなくなっちゃったから、もう全然分かんなくなっちゃった。あとまあ20連、さっき30で4体って言ってたから、あと20連ですね、20連4体、まあいけるんじゃないですかね。はい、まああんまり難しく考える必要ないかなっていうところなんですけど、ちょっと心に余裕持たせた感出したのにやっぱダメですね、金扉ということで。で、まあ、自分の動画次ラストになるんですけど、まあ、ラストはもう8割ぐらいの確率で金扉っていう風に決まってるんで、もう期待してないです。もうここが金だった時点で終わりですね。はい、というよりか、まあ、さっきの虹で行っても出なかった時点でもう諦めというところですかね。はい、ということでラスト引いていきましょう。はい、お願いします。やっぱりね、しかも今回、いやまあ雰囲気は出してたけど言わなかったのに、動画の最後だからお願いしますっていうワードはもう、はい、多分見どころないと思うんで、じゃんじゃんいっちゃいましょう。で SR キャラも今回全然出てないんで結構きつかったですかね。はい、まあというところで、まあ多分150引いたと思います。どっか計算ずれてるかもしれないですけど、もしかしたら。というところで、まあ、なんとかボタン1体確保できたんで、まあ、よかったです。本当にガチャ動画撮り始めるときは、多分ゼロだろうなっていう気で始めたんで、まあ、よかったですね。はい。で、まあ、後日、まあ、いつも通り、このミヤシアを使った、使用感というか、まあ、パーティーだったりだとかを話していきたいと思うんですけれども、まあ多分まずその前に、まあ環境トップクラスのキャラ紹介を先に出すかなというふうに思うので、まあそちらも楽しみにしていてください。はい、まあというところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。